すごく幸せですね。何を言っとるんだ。すごく幸せな風景、私には眩しすぎる。みんなこんな時間に生きてるんだ。いいですね、羨ましいです。ここから消えたらやり直せますかね。こんな当たり前の幸せを私は受け入れられますかね。中村、ユリ、記憶も失って性格も変わってならできますよね。でもだったら生まれ変わるって何？それはもう私の人生じゃない、別の誰かの人生よ。人生は私にとってたった一度のもの、それはここにたった一つしかない。これが私の人生、誰にも託せない、奪いもできない人生。押し付けることも忘れることも消すことも踏みにじることも笑い飛ばすことも美化することも何もできない。ありのままの残酷で無比なたった一度の人生を受け入れるしかないんですよ。先生、わかりますか？だから私は戦うんです。戦い続けるんです。だってそんな人生一生受け入れられない。